から変えて楽々導入ドームの無線 LAN 第3弾です。ドームの無線 LAN 第3弾って何があったんですか？おかげさまでドームの無線 LAN は多くの方々から好反響をいただいております。また多くの要望もいただいており、そこで特に多かった要望に応えた商品を作っちゃいました。多かった要望ってどんな製品を作ったんですか？それはモジュールにフラッシュロムまで内蔵しちゃったのです。フラッシュロムって何ですか？フラッシュロムは書き換えができる半導体メモリのことです。ここに IC を動かすデータを入れておけるのです。それでは笑顔の素敵な高橋さん、ドームの無線 LAN の紹介をお願いします。はい、笑顔の素敵な高橋です。ドームの無線 LAN を分かりやすくご紹介します。ドームの無線 LAN は通信に必須の WPS を内蔵、さらに TCP/IP スタック内蔵でドライバーいらずでセットに組み込めます。なので従来の無線 LAN に比べて開発期間を大幅に短縮できます。製品は BP3580 をベースにアンテナ内蔵タイプの BP3591、 さらに今回新たにフラッシュロムまで内蔵したBP3599 をラインアップしました。アンテナ内蔵タイプは日本およびアメリカの電波法をモジュールで取得していますので、電波法を気にすることなく使えます。また今回新製品のフラッシュロム内蔵タイプ BP3599 はすでにファームウェアが書き込まれていますので、外部からダウンロードする手間が省けます。しかもモジュールのサイズはアンテナ内蔵タイプの BP3591 と同サイズ、コネクトもコンパチなのでそのまま BP3591 からの置き換えも可能です。皆さんどうでしたか？分かりやすかったでしょうか？それでは佐藤さん、お返しします。高橋さん、ありがとうございます。つまり今回はフラッシュロム内蔵でさらなる楽々導入ができるようになったわけです。それはすごいですね。もちろん UART インターフェース評価ボードに専用のアダプターボードを使用すれば即アプリケーションの開発に着手することが可能です。チップワンストップさんや RS コンポーネンツさんといったネット商社さんで1個からでも購入できます。ウェブには無線 LAN サポートページもあり、充実した開発支援情報を載せています。皆さん、フラッシュロム内蔵タイプ BP3599 もよろしくお願いします。